金沢美術工芸大学は石川県金沢市長縦の5の11の1に本部を置く日本の公立大学である。1955年に設置された。大学の略称は金美・金沢美工。1946年に金沢市が法人として設置された金沢美術工芸専門学校を母体として1955年に設置された。 他の多くの国公立芸術大学とは異なり、音楽学部を持たない。また、一専攻一学年あたりの学生数が15から25人、全学生数も600から700人程度と非常に少なく、人数的な規模の小ささは、全国の美術大学でも随一である。しばしば、金沢美大、金美などと略称される。卒業式では卒業生の一部が仮装して出席し、 本学の名物となっている。1972年に移転した現在のキャンパスは、施設の配置が非効率であること、バリアフリーに対応していないこと、防犯設備が十分でないことなど問題点を抱えている。この現状を踏まえ、大学側は2016年2月に金沢市へ提言し、翌2017年に金沢美術工芸大学移転整備基本構想を策定。 2018年には移転の基本計画を策定した。計画では、2022年度を目標に、金沢市章立野の旧金沢大学工学部跡地に移転するものである。石川県道、富山県道10号金沢湯、湯福密線の先浦交差点から、石川県道209号、柴原市院長線を結び、工学部跡地を従官するアクセス道路を新設。 道路東側の用地に移転する計画となっている。なお、用地西側には、石川県立図書館が移転する予定となっている。ありがとうございます。